証、魔王軍の残党にスライム1匹で勝てる？それでは検証していきます。まずは特に強化してないスライムから。そりゃそうですよね。少し育成したスライムでいきましょう。爪にアタカンタをつけてヒットポイントアップをつけたスライムなら勝てるでしょうか。間違えて呪文を使ってしまいましたが、できればここはテンションの方がいいです。デビルバーンが発動してアタカンタを貫通してきます。他にも剣の舞もアタカンタを貫通して危険ですが、なんとか1回なら耐えられるので気合です。1ターンに2回されたら諦めましょう。基本はアタカンタの反射でダメージを稼ぎ、眠り攻撃の反射でできた隙をついてテンションを貯めまくります。そのテンションを利用してライドインパクトを使えばスライムとは思えない火力。その後は反射でじわじわと削っていき、スライム1匹で魔王軍の残党に勝つことができました。他にも色々ドラクエシリーズの動画上げてるので、チャンネル登録して他の動画も確認してみてね。